皆さんこんにちは。中学受験生の父親代表です。中学校紹介ということで、今回は学習院女子中等科です。所在地は東京都新宿区富山で、女子校です。最寄り駅は東京メトロ副都心線西早稲田駅徒歩約3分、東京メトロ東西線早稲田駅徒歩約10分です。中学受験情報です。次に、偏差値と合格確率の関係についてです。R4 偏差値は、模試でこの偏差値を取っていた受験生は 80%、すなわち100人中80人が合格した偏差値。R3 偏差値は、模試でこの偏差値を取っていた受験生は 50%、すなわち100人中50人が合格した偏差値を表しています。そして、日能研全国公開模試において、どの偏差値帯であれば、入試において、どれくらいの確率で合格したか、についてです。
続いて、受験生が語る受験を決意した決め手についてです。続いて、合格者からの入学試験におけるアドバイスです。続いて、学費についてです。続いて、学校の様子です。
そして2023年の大学進学状況です。いかがでしたでしょうか。他の学校についても紹介していきますので、ぜひご覧になっていただければと思います。